やるって、俺は輝かしてやる。ロブ・カーマン、アーネスト・ホーソラを輩出したボスジムの日本支部、この虎の穴が送り出すは無制限の速射砲を持つ男、タギ・ポパイ・カズノリ。1日5試合ぐらいできます。そんぐらいスタミナありますか。日本でもかなりトップレベルの選手だと思うので、まあ、外国人の強豪選手とやらせてもいい試合すると思うんで。圧倒的なスタミナとフィジカルを武器に相手を押しつぶすゴーリキファイター。トーナメントで波乱を巻き起こすのはこういうタイプ。ポパイ最高、ボスジム最高。優勝する確率はもうほとんど 100%。 このトーナメントをきっかけに有名になりたいんで。 WPMF 日本ウェルター級9位タクヤ。下がることなく前にどんどん出ることです。強打を誇る右のパンチを武器にランキングを駆け上がってきた超新星。前回のレベルスでベストバウトともいえる一戦を経験し、このトーナメントに抜擢された。試合終了。未来をつかむにはタフネスを誇るポパイは格好の試金石となる。 WPMF 日本ウェルター級王座決定トーナメント準々決勝、タクヤ VS 影ポパイ勝則。